ここはテレサの部屋じゃねえか。おい、金を稼げる方法はどうした？その方法を今からここで実行するの。テレサ君、その方法とは？簡単よ。ジェスターさんの内臓を売ればいいの。おい、テレサ、なんか聞き間違いをしたみてえだからよ。今の言葉もう一度言ってくれねえか。だからね、楽にお金を稼ぎたいなら内臓を売ればいいのよ、ジェスターさん。はあ？どこの病院や研究施設でも人間の内臓は高値で売れるはずだわ。臓器の研究はまだまだ発展途上だから。お前何言って。子供の頃学校で行ったカエルの解剖、むき出しの内臓の美しさは今でも忘れられないわ。人間を解剖する機会を求めて入隊したのだけれど、想像以上に早くその時が訪れたわね。というわけだから、ジェスターさん、早速解剖させて。腎臓なら2つあるし、1つくらいなくなっても大丈夫だと思うの。大丈夫なわけねえだろ。冗談じゃねえ、内臓を売るなんて絶対にしねえぞ。コナーさん、ジェスターさんをベッドへ。そのまま押さえつけといてもらえる？コナー、こんなバカなことに付き合ったりしないよな。テレサ君、今の話はちょっとどうかと思う。おお、そうだ、言ってやれ言ってやれ。腎臓は一つと言わず、いっそのこと二つ取ってくれないか。仲間に手をかける狂った医者の猟奇殺人、これぞ私が求めていた最高のネタだ。あれ、今の言葉は侵害だわ。解剖と猟奇殺人を一緒にしないでもらえる？突っ込むとこはそこじゃねえ。コナーも何バカなこと言ってんだ。面白い小説を書くためなら私はどんな犠牲も厭わない。この正体はこんなやつばっかかよ。